はい、ガッチャンです。ですね、今日からインスタグラムの方に、まあ、実験的に、60秒ぐらいのね、ダイエット報告の動画を載せています。ほんでですね、まあ、インスタの方は60秒なので、まあ、喋れることも限られちゃうんですが、今日は、12日目。はい。まだ相変わらず体重測ってませんけどね。115キロからどのように推移したか、また1週間ぐらい経ったら測ってみたいと思いますが、まあ、これを使った、XM3 を使ったダイエットなんですけども、まあ、これだけではね、これだけ飲んで痩せましたったら、なんかちょっと、なんか、お前の努力はなんかやられそうなんで、昨日、一昨日から、ジャンピングエクササイズを取り入れました。まあ、ジャンピングエクササイズって言うんですけど、私はね、私がやってると、ぴょんぴょんって感じなんで、ぴょんぴょんエクササイズって呼んでます。今日もこれからね、3分間やりたいと思うんですが、ちょっとね、この3分間、動画で測ってるので、動画を出し忘れたな。今便利なもんでね、3分タイマーとかをすると、3分のタイマーがね、YouTube であるんですよ。はい。まあ、いつもちょっと違う動画を使ってるので、今日は3分でやっていきたいと思います。はい。と思ったらもう始まってしまったんで、もう一回取り直しますけど、よいしょ。ピッ。よいしょ。はい、スタート。まあ、ただジャンプするだけなんですけどね。はい。で、まあ、私、体でかいからね。もう3分終わる頃にはもう汗だらだらなんですけど、まあ、いつも通りね、このように水分持って、ガバガバ水分飲んでます。で、大体ね、1日どれくらい飲んでるんですかって聞かれるんですけども、まあ、飲まない日で2リッターぐらい、飲む日で6リッターぐらい飲んでます。で、飲めば飲むだけね、なんか発散していくような気もするんですが、まあ、だからね、運動しないでいいわけじゃなく、まあ、ね、昨日の TikTok を見た人は、このお腹なんて言うんですけども、いいしょうがない。まあ、こんな感じなんでね、急に痩せてシワシワになっちゃうのも悪くなと思って、運動対応すると、あんまシワにならないよってことなんで、ぴょんぴょん、エクササイズ取り入れました。はい。まあ、何かね、手軽にできる方法があったら、コメント欄に入れてください。はい。もういっぱい言ってるか途中で画面が変わってるし、なんだっけ。そう。追加で50秒ぐらいやりましょうかね。あと半分、1分30秒。で、今日からね、インスタもそうなんですけど、そう。IGTV、インスタが作ったね、ちょっと長めの動画撮れるやつなんですけども、あれって、縦位置なんですよね。なので、ちょっと休憩してから、IGTV 用の、まあ、動画も撮りたいと思います。まあ、あれもね、縦位置なんで、もう一回ジャンプしなきゃいけないよね。まあ、それね、なわけで、1日2回ずつぐらい、しばらく、ジャンプをしたいと。思います。そう。で、同時にもう飲んじゃったけど、まあ、ダイエットね、必須栄養素も必要なので、スーパーミックスっていう必須栄養素がね、たっぷり詰まった90種類って言ったかな、粉末のドリンクも飲みながらやってます。そう。まあ、朝一番最初に飲んで、そのまま、まあ、XM3 も飲んでね。で、そのまま一日飲めるだけ水分を飲んでるって感じですね。はい。で、実際に、どうだろう。飲み始めてね、全部で、22日目。まあ、1ヶ月くらいですかね。1ヶ月で、そう、短い人は、
ちょっと痩せたんじゃねえ、すっきりしたんじゃない、しまったんじゃないって言われるんですけども、まあどうですかね、1ヶ月前の動画とか見てみると、ちょっと痩せたなって気がします。そんなわけで3分終了。まあ最近私の動画マニアの方もいらっしゃって、 TikTok に乗っけても、Instagram に乗っけても、IGTV に乗っけても、いいねをしてくれる方がいらっしゃるんですが、ありがとうございます。まあでも、ベースは Facebook ページなので、はい、よければ Facebook ページの方のいいねをしていただけたら最高です。今日は詳細欄に載っけてます。でですね、このサプリ、どなたでも無料で4日分ぐらい差し上げてます。皆さんぜひ試してみてください。はい。ちょっといつもとは違うダイエット。まあダイエットサプリを馬鹿にできないというかね。これ、ね、4日間ぐらいでね、飲み続けてると、ああ、もしかしてって変化が感じれます。まあ、ぜひ4日間、ダイエットサプリ試してみたいっていう方は、私にご連絡ください。コメント欄はね、ちょっと見落とすときあるので、メールアドレス書いておいたので、ダイエットサプリ欲しいって送っていただければ、そちらに送らせていただきます。ガッチャンでした。